とお願いします。今回は肩甲骨の、可動域を広げる、少しこう広げるとか回すとかっていうよりは、外側に向かって結構限界まで伸ばしていくようなストレッチになります。まあ、これをすることでこう肩こりもちろん改善されるし、肩甲骨がよく動くので、あの結果的に血行が良くなって、上肢のこうしびれてたりとか、しびれって多分使わない方がいいです。こうほぐすことで肩甲骨に血行が良くなるので、こうだるさだったり、むくんだりするような方も改善が見込めます。まあ、そればっかりやっててもしょうがないんですけど、ほぐしたりしながら合わせてそういうこともしていくと効果的です。でやっていきます。まあ、できるだけまっすぐ寝ていただいて、で下の方の手は脇腹に置いていただいて、で上の手を背中に回します。もうこれだけでこうやって浮いてきます、肩甲骨が。すいません。で自分はまた上がって、体格が相手が大きければ、こっちの膝の内側で優しく添えておくと読みやすいです。で肩甲骨を指を引っ掛けて、このまま自分が上に行くだけです。でこれで持続的に上に引っ張ったままにします。で肩甲骨とかが硬いとそもそも浮いてこないので、浮いてこないようにしても手でやったりするのも こっちに押せば出ます。肩甲骨なので、出た肩甲骨に手を引っ掛けて上に持ち上げます。多分こうしてこう引くのが一番自分が楽にできるはずです。まあ、体格にもよりますけど。というストレッチです。下の方の手は脇腹に置いてもらいます。上の手を背中に回すと。で肩の前面を自分の膝を少し当てます。押すというのは置いとく感じです。ただいるだけです。で出っ張った肩甲骨に自分の手をこうですね、引っ掛けて上に持ち上げます。こうですね。痛くないですか？大丈夫です。気持ちいいです。これはずっと引っ張ってても苦しいとかっていうものではないので、ずっと引っ張っててもまあ気持ちはいいと思います。今回はしっかりほぐしてやっていないので、そんなにこう動きも今大きくはないですけど、ほぐした後にやるとかなり浮くし、かなり持ち上がります。こうやって。で、肩甲骨が出づらい方は手で押してもいいです。手を押して持ち上げます。やり方としてはありだと思います。